校で里を復興させてを選んだんですよ、前は。ただ別のルートもね、そばにいてということもあったかもしれない。アップじゃん。ちょっとアップなかった、お前ずっとそばにいてほしい。でもそんなこと言ったら困るでしょ。何言ってんだ、嬉しいに決まってるだろう。俺だってお前を話したくない。話したく、アキトには後悔のない道を行ってほしい。僕にとってもそれが最善だ。歌なら里でも歌えるかもしれない。僕じゃないもっと大事な人を見つけられるかもしれない。こんな時までお前は。今僕を大事に思ってくれているのはあの曲ですごく分かってる。僕も嬉しい、すごく嬉しい。でもアキトには大事なものが他にも。同じ CG。 アキト熱いよ。俺の思い分かれバカ。同じセリフ。そんなの離れたくないに決まってるじゃん。ずっとずっと一緒にいたい。またマネージャーとしてみんな歌ってるアキトの手伝いがしたい。あの歌を聞きたいよ。もう この辺は一緒かな。もうここら辺は一緒かも。あ、ここも同じ CG。 ここも同じ CG。 うん、ケスケ決めたぞ。ここは違う。頼む、お前の力を貸してくれ。あっこも一緒か。この先で変わるのかな。15章が、あ、ハッピーエンドになってる。矢はこう構える。構えさえちゃんとしていれば、放つタイミングと向きは私が後ろから支えるから心配はいらない。矢の入り方を教えてもらってる今、ケイスケ。私、矢の入り方を教えてもらってる。アキト、本当に大丈夫？あ、いや、大丈夫だ。俺を信じろ。え、アキトを撃つの？私が矢で？頭にリンゴかなんかのっけて？おーおーおーおお。ケイスケ、頼む。どうか、アキトを守って、白夜さん。ここはまた戻ってきちゃった。ここはどこだ。アキトも来てるし、なんかキツネのあれはないね、耳はね。アキト、本当に本物のアキト。うん、ああ、お前も一緒にいるなんて。ここは勾玉の中なのか。封印が解けた時に見たような。これでもさ、キツネの力を全部封印しちゃってアキトは人間になっちゃうとか、そういうエンディングなのかな。わからない。僕もよくこういう夢を見るんだけど、よく見るんだよこういう夢。本当に心療内科に行こうかなと思ってる。母上。え、母上。母上だ。いつの間に元気になったのですか。会えて嬉しいです。母上って、僕男の子だけど。白夜の息子か。同じ妖力の匂いがする。白夜さんの父上を知ってるのですか。あなたも母上ではない。母上ではないよ。こいつはそのちょっと似てるだけだ。お前の名は。あと母親はどうした。母上じゃないよ。僕の名前は鈴白です。鈴白。母上は
父上がいなくなってから病気がちになって寝込んでいます。あー、寝込んじゃったのに。だから僕は母上の分も頑張って立派な陰陽師になるんです。僕を育ててくれている圭介も式神になってくれました。式神だったんだ、子供の。あ、そうなんだね。お前はきっと強い陰陽師になるさ。それで人間たちを守るんだ。でもあやかしと人の間の子供は親の倍の大きな力を持って生まれてくるんだそうです。だからこの力は人とあやかし両方のために使いたい。そんな強いんだ倍？めちゃめちゃ強い陽子の倍ってすごくない？なんだって？人とあやかしの間の子が倍の力を？はいはいって言うて。そうか、それで勇気が。あ、勇気そうなんだ。もしかして勇気も半分人間なの？ああ、あいつも家系的にそれほど力のある陽子になれるはずはなかった。そうか、それが理由なら納得できる。おい鈴伯、どこに行った？修行の時間だよ。うん、あ、ケイスケが呼んでる。戻らなくちゃ。おい、ケイスケ、なんで枕にするにしても石なんだよ。それなら地面の方がマシ。こういうところ案外お前無神経だよな。アキト、耳押さえ込めてる。よかった、成功したんだね。はあ、よかった。そうだ、ケイスケ、お前鈴伯っていう子供を知っているか？白夜と彼女の子だ。私が育てた。わしが育てた。まさか会ったのか、マガタマの中で。ああ、そいつが言ってた。あやかしと人の間の子は親の倍の力を持つと。うん、つまりじゃあねえ、僕とアキトの間の子供は、まあ男同士なんで子供ができるかわかんないんですけどね、かなり強い力を持ってるってことになるんですかね。それが事実なら勇気のことも納得できるだろう。なるほど。ヤクヤ、お前は最後まで彼女を、いや彼女の子孫を守っていくために。なあ、え、俺の子を産んでくれないか？僕男の子なんですけど。え？そうか、確かに生まれる全ての子供が妖力が強い保証はないが、アキトの力の倍の子が生まれるならば試してみる価値はある。え、でも純血の狐がいなくなっちゃうの問題じゃないんですか？嬉しいけど、その僕男の子ですし。なんだ、何か都合の悪いことがあるのか？都合というか、そのそんなひどいプロポーズはさすがに千年も生きてきて初めて聞いたな。ムードも何もあったもんじゃない。昔から求愛には歌を送り合ったっていうのに、ここに来てそんなざまだとはね。せっかくあんなに熱いバラードを作ったっていうのに。ケイスケ、お前何勝手に聞いて笑ってやがんだ。突然目の前で告白を始めたのはアキトじゃないか。そうよ、心外だね。なんなら聞いてくれ的な感じで集めてるわけでしょ。マガタマずっと暖かく光ってるね。たかしはどうしたの？え、たかしはどうしてたの？活動全くしなかったの？3人で。ボーカル
カルはだってみんなでやったんでしょ。だんだん春が近づいてきてる。なんだ早いな。体はもう大丈夫なのか。肩の傷のこと？それならもうなんともないよ。ケイスケが直してくれたし、マガタマも元に戻ったから。お久しぶりです。会いたかったよ。かすみのパターンだったらだいぶ大変だけどね。陽子の妖力だけ異様に高くて体弱かったら。なんだこんなに開け放してる。花びらが舞い込んできてるぞ。桜の季節か。早いね。ああ、そして春になったらフォックスイヤーの復活だ。また戻ってこられて嬉しいよ。兄さんも無事でよかった。家族大丈夫なのあなたら。ブランクの分きちんと練習しないと復活ライブがボロボロでは話にならん。たかしさんも戻ってくれるってさ。今は別の事務所でマネージャーしているけれど、やっぱり古巣のここがいいって。たかしだって親戚ってことはさ、たかしも一応血を継いでる可能性あるわけでしょ。まあどっちの方の親戚かわかんないけどもね。えたかしも一応縁があるわけですよね昔の。本当によかった。ったく、その嬉し泣きは復活ライブまで残しておけ。そうだね、いっぱい感動させてあげる。いいセリフですね、いっぱい感動させてあげる。期待していてください。そのためにはまた新曲を作らないとね。確かに復活の時になんかね引っ提げないとね。次はどんな曲にする。そうだな、この間のステージで演奏したバラード、あの番組だけだともったいないからぜひ CD にしたい。あれか、今さらリリースするのも恥ずかしいつうか。どうして、あんなにいい曲だったのに。あれはあの時のお前への歌だから。そうか、君は全部聞いてなかったんだね。私たちはみんな譜面を持っているから、今度演奏してあげようか。あ、後半になんかそれっぽいセリフが入ってんのかね。それいいね。マネージャーちゃんのためだけに張り切って演奏しちゃうよ。あららららら、あー、こら、やめろ。ケスケ、ユウキ、兄さん、そんなにあがいたところでどうせリリースされますよ。勘してください。どうせリリースされますよって、そんなことある。一人がめちゃめちゃ嫌がったらやらなくてよくない。どうしても聞きたいって言うなら今晩二人きりでじっくり聞かせてやる。そのセリフの方が恥ずかしくない。なんなら、すごいね。え、すごいね、協会関係者記憶を消してくれたんだ。ケースケ、ケースケ大変だね、記憶を消すのに。何、平気だ。関係者さえ受け入れてくれればあとは演出だったと言い張ろう。兄さんも喉の病気で休止したことになっていますからね。休止前の巧妙な話題作りだったと、きっと週刊誌が勝手に推測して盛り上げてくれるでしょう。あれかもしれないですね、喉の病気って言って急に活動休止するバンドマンはみんなキツネだったりするのかもしれないですね。ピエローズも僕たちを追い出すことだけが目的だったのか、その後そんなにテレビにも出てこなくなった。そうなんだ、それだけだったんだ。ヨーコがマガタマを手中にしたことも伝わっていますし、兄さんが覚醒した時に発した圧倒的な妖力については一気に妖怪全体に知れ渡ったはず。すごい力だったんだね。とにかく
あとは歌で見せるだけだ。みんなビビっちゃったんだ。僕もマネージャー補佐じゃなくて正式なマネージャーとして絶対にみんなを守るから。最初は人間の女なんかをマネージャーにしなきゃいけないなんて冗談じゃないと思っていたし、その守るってのも信用してなかった。人間の男だけどね。けど確かにずっとお前に支えられて守られていた。アキト、お前らそういうことは事務所の外でやれ。そうだそうだよ。ずっとイチャイチャしてんなお前らなっていう。よくないよ、ほんとバンドとしてさ。一番そういうのよくないからね、バンド。ビートルズでさえさ、小野陽子そういう感じでさ、中にさ、やったら解散しちゃったわけですから。やめなさいって、ほんとに。見ていてドキドキしちゃったよ。早く、二人の子供たくさん生まれるといいね。ちょっと僕、男の子だって言ってるでしょ。強くて優しい子を産んでください。実装主として私たちを守り育てますから。男の子だって言ってんの聞こえないの、みんな。なんか耳隠してるときに聞こえない感じになってんの、みんな。それとも最近男性同士でも人工の卵子で子供ができるっていうニュースをかなりポジティブに受け止めてるの。かすみ、お前まで。そう、やるなっつって。やるなっつってんのに、もうちょっと弓すんなっつってんだから、こっちは。ちょっとアキト、みんなの前でっていうか、もういやすんなって言われてるじゃん、アキト。アキト、すんなってだから言われてんじゃん、アキト。ちょっと。もう絶対に話さないから覚悟しろ。千年でも二千年でも俺たちはずっと一緒だ。僕死んでますけどね。ずっとアキトのそばにいるね。死んでるけど。マガタマずっとなんか気配放ってますね。いやー、終わった。ハッピーエンド。いやー、ハッピーエンドでしたね。いやー、よかったよかった。ねえ、なんだかんだ全部うまくいきましたね。その、あの時すごい揚力出してからもう安心だっていうね。実家の方どうなのか分かんないですけどね。まあ時期当初になるっつってるから、多分実家もうまくいってるんでしょうね。その、主人公とアキトの子供が時期当初にみたいなこと言ってたわけですから。いや、まあもう全然うまくいくんでしょうね。あの感じで言うと。全然話通してなかったら笑いますけど。ねえ。いやー、よかったよかった。いや、ほんとよかったですね。ほんとに、もう何事もなく。何事もなくでよかったですね。いや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 。いや、よかったよかった。もうどっちにしても一応ハッピーエンドではあったのかな。ねえ。いや、もうあんなねえ。あ、サンキューフォープレイング。ねえ。よかったよかった。ねえ。ドラムの位置近いね。キーボードぶったたきそうですね、あれ間違えたら。ほらほら、始めるよ。という感じで、あやかし恋曲。クリアということですね。はい。あと、まあ、4人もいるんで、
じゃあ弟の方のね、こう体が弱くて妖力が実は強いみたいな、そういうのもねちょっと気になったりとか、そう、あとケイスケの話、ケイスケの話とかもちょっと気になったりしますよね。ずっと見守ってきたっていう、ね、子孫の、ね、との恋愛とかね、あと2人がどうなのかなっていうのはいまいち分かんないんですけど、まあそれぞれちゃんとまたストーリーがあるんでしょうね。いやー楽しかった、いや面白かったですね。いやー結構話としてはね、こうシリアスな部分もあったりとかね、やっぱりあっちの感覚なんで、あの狐の感覚で恋愛をされるんでね、そういうところもまたちょっと違った恋愛ができてよかったんじゃないかなと思いますね。はい、いやー面白いですね。やっぱり乙女芸を今日もお酒飲みながらやってますけども、こんな感じで、そう、他のストーリーもあるんでね、気になった方はぜひぜひ、やってみてください。